こんにちは、サバテニカルチャンネルの谷子です。今回はついにアストロフィズムアステリアス開花ラッシュです。こんなに咲いてくれたのは初めてですね。なぜ咲いたかというと、名人の八田貝さん、陶芸家の関口隆人さんのおかげなんですよ。以前あの花木実りセンターで開催された名人たちとお会いできるサボテン多肉植物展示即売会に行った時にですね、兜の花が咲かないのでどうしたらいいか相談したところ、水が足りないと教えていただきました。今まで腐り恐怖症の谷子はですね、天気を見て春夏はしっかり土が乾いてから水やりをしていたんですけれども、今回はですね、水が足りないということを教えていただけましたので、ビビりながらも今まで以上に水やり日数を増やしましたところ、ほとんどのアストロフィズムアステリアス咲いています。八田貝さん、関口さん、教えていただきましてありがとうございました。それでは開花ラッシュ結実映像をご覧ください。のぶさん、スティックありがとうございました。開花を予知してくださっていたかのようなタイミングでのスティックを使う日がやってまいりました。したね、開花ラッシュ。もうそろそろ咲きますね。咲きました。オオカブトもそろそろ来ますね。
アストロフィズム・アステリアスと結実の映像でした。そして結実から1週間くらいですね、経ちました。こちらもちょっと運命的な、以前ですね、木更津園芸夜市でこの2頭の兜、のぶさんのあのブースで迎えたんですよ。2頭兜元気です。そしてあ、もう膨らんでますよね。結実してますよね。こちらとこちらもどうですかね。がピンと立ってるんですよね。ここもちょっと膨らんでるので、こちらも期待してます。こちらもびっくりしてますよね。あー、楽しみですね。こちらは結実しなかったですね。こちらの亀甲兜、もう一株増えたんです。万緑さんとグリーンヘッドナーサリーさんからですね、迎えたんですけれども、ちょうど咲いたんですが、タイミングが、こちらが先咲いて、もう間に合うかと思ったんですけど、タイミングが合いませんでした。またつぼみができているのでね、ちょっと次回に期待してます。絶対結実させます。これからも様子を観察して報告します。嬉しいですね。それでは終わります。最後までご視聴ありがとうございました。